はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、ではこのまま続きをやっていこうと思います。では地下牢ですねを探すと言ってるけど、どっから地下牢に行けばいいんだ。一応マップが出てるけど、まずは地下に行かないと話にならないのかな、そもそも。ということは、一旦戻って、で、ちょっとアイテムラボでアイテムを預けましょう。ほい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 と。で、ゲートポートから間違えた。最初のところでいいのかな。じゃあちょっと地下へ降りましょう。ここら辺の敵は雑魚でしょノーダメージで倒せる。こっちか。もう2回か1回くらい戦闘になりそうだな。ボルザの尻尾を持ってないですね、まだ。ここから行けばいいのかな。どこだ。あー、そこだ。これはあれだな、4から行った方が良さそうだな。ちょっともう一回戻ります。ゲートポートでキューブ選択、マウンテンキューブ、あ、地点5か。こっから行った方が早そうですね。ほいっとほいっと。成敗。おっと、はあ、ユニコーンレベルアップ。こっちですね。ヒーローたちは妙な気配を感じた。なんだ？お、なんかいる。なんだ？見慣れないモビルスーツだな。あれはリボーンズガンダム。よくわかるな。こっから見ただけじゃなんかウィングゼロにも見えるけど倒したはずだが、またこの世界に現れたのか。知っているのか。ああ、並大抵の強さじゃねえ。しかも頭も切れるやつだ。おお、なんかどうなってる。だが妙だな、あの動き。消えた。リボーンズガンダムはフラフラと揺れながらどこかへ去っていった。何だったんでしょうね。死者を蘇生させる力があるって言ってましたかね。そういえばここか。ジム2の言っていた壁はここだな。壁を調べますか。はい、スイッチを見つけた。あったぞ。ゴッドガンダムはスイッチを押した。おお、ちゃんと開いたな。よし、じゃあ中行きましょう。お、牢がある。この辺りはもう地下牢のエリアだな。通路のあちこちには戦闘員が倒れていた。ここでもポセイドンが暴れたようだな。こういうとこ入れんのかな。鍵がかかっているようだ。鍵がかかっているようだ。ずっとこれかよ。一応全部、お、なんか覗ける。独房にはカプルがいた。誰？ゴッドだ。助けに来た。はあ、よかった。鍵は持ってる？いや、残念ながら持ってない。いや、持ってない。壊せないのか？ちょっと無理だな。大丈夫、監視兵のマスカレードドーパントが鍵を持っているわ。向かいの牢も同じ鍵で開けていたから、あれはきっとマスターキーね。監視兵はどこに？ごめん、そこまではちょっとわからないわ。
とにかく倒れている兵士を片っ端から調べてみよう。え、倒れてる兵士って何？どういうこと？2体で倒せるからウィザードはちょっと右の敵を狙った方が良さそうだな。ウッドがちょっと減ってるけど、まあいいや。お、なんかいる。死体かこれ。マスカレイトドーパントが倒れている。調べますか。はい。特に何も持っていなかった。消えた。じゃあ逆側を行ってみますか。とりあえず1ターン倒せんな。ワンターンキル。ちょっとゴッドガンダムを回復させるか。ヒール、あとここにもいるな。まあ大体一番奥のやつとかが持ってそうだからな。ライフキットか。まあいいや。死ぬ前にライフキット使わなかったのか、あいつは。こいつが持ってそうだな、そうすると。マスターキーを入手した。よーし、見つけたぞ。急いでカプルの独房へ戻ろう。ヒーローたちはカプルの独房へ戻った。自動で戻ってくれるんだ。今開けるからな。ゴッドガンダムはマスターキーを使った。ありがとう。怪我はないか。大丈夫。よし、今のうちに駐屯地へ戻ろう。そんな時間ないわ。隣の牢にメビウスがいたんだけど、少し前にどこかへ連れて行かれちゃったの。メビウスが一体どこへ連れて行かれたんだ。そこまではわからないわ。それとまだあるの、敵が発掘した不思議な鎧の噂。身につけた人を次々と取り込んでいるんだって。着た鎧を、じゃなくて着たものを取り込む鎧。それはまさかアーマードダークネスでは。なんだそれは。詳しいことは解明されていないが、全宇宙を支配できるほどの力を秘めているらしい。敵はそんなものを掘り当てていたのか。利用される前に何とかしなきゃ。それとあと一つ、みんなが鍵を探しに行っている間に誰かが扉越しに話しかけてきたんだけど、近々ネバーとベリアル軍がその鎧に関する重大な取引を行うんだって。そいつは何者だ？我々の協力者なのか？でもすごく丁寧な口調だったわ。ん？誰かいるのか？まずい、警備兵だ。侵入者を発見したぞ。デナンゲー、クロスボーンバンガードのモビルスーツだ。ここは俺たちに任せろ。フラットとビーストはカプルを頼む。おう、任せとけ。無事に連れて帰る。貴様らヒーローか。ネバーに派遣されて早々ヒーローどもと遭遇するとは運が良い。これは名を上げるチャンスだ。行くぞ。まあデナンゲーごときでやられる俺たちではない。とりあえずやることないか。このまま攻撃を仕掛けるか。ご了承でいいんじゃね、このまま。全然余裕っすね。 OK OK。 よし、急ごう。我々はメビウスの救出だ。それとアーマードなんとかもだろ。ああ、とにかくこっちにはマスターキーがある。それで行けるところを徹底的に捜索しよう。ああ、このまま誰かいないか調べる。これもご利用していくか。オッケー。ウィザードが次レベル上がりますね。でウィザードのヒールで回復させるか。
レベル上がる前にボスが出たりして、なんもいない。マシンキャノン攻撃攻撃攻撃と、よーし、ウィザードレベル20。何もいないよ。これとこれとこうか。これが一番効率がいいですね。ほいほいあんま変わんないな。ちょっとヒールレインを使うか。さあここにいるか。なんもいねえじゃん。どうすりゃいいんだよ。全部調べたよ。だってもう他なんかあった？マジで分からん。カプルの後ろとかなんか牢屋の中めっちゃ敵でんな。俺のビッグバンはもう止められないぜ。あとは攻撃でいいや。なんだか分からん。片っ端から調べたよ、分けられるとこ。他だって行けるとこないもんね。ちょっともう一回こっちの方に行ってみますか。いや何もないよ。他に牢屋とかあんの？全くわからん。なんか丸ボタン押すとかあるのかな。おお、バックアタックだ。しかもいたーい。混乱したな今。ゼロがそろそろ上がる。ヒールレイン。特になんもねえよな。なんだ、どうすればいいんだ。ちょっと出るか。レベルアップ。結局ここまで戻ってきちゃったな。あとはどこだ。ここから上に上がってもしょうがねえしな。なんか起きた。待って、誰かいるぞ。メデューサ。はあ。ネバーでは騒ぎが起きていると聞いてみれば。なるほど、こういうことか。全滅とはもったいない。この中にゲートがいたかもしれないのに。だから言ったんだよ、邪魔者を先に始末しちまおうぜって。ふん、その邪魔者に倒されたのはどこの誰かしら。フェニックス、ち、俺はな、復活するたびに強くなるんだ。サイヤ人みてえだな。勝手に戦って勝手に倒されて挙句の果てに復活までして、大層なご身分ね。
あなた分かってるの？目的は暴れることじゃないのよ。分かってるよ。絶望させりゃいいんだろ。任せときな。あいつら。落ち着け。むやみに戦うのは避けよう。今はメビウスの捜索が先だ。復活してましたね、フェニックスが。サイヤ人みたいなこと言ってましたけどやられるたびに強くなる。ここが開くのか。この扉確か鍵がかかっていたはずだ。マスターキーを使ってみるんだ。あー、行けた。ここか。この辺はエメラル鉱石が多いな。なるほどね。エメラル鉱石のあっち側はいけないからな。あれ、なんか始まった。エメラル鉱脈。前に見た場所より規模は小さいが、それなりの量がありそうだな。ん？なんか落ちてるぞ。これはエメラル鉱石のかけらだ。破片か。ここを見てくれ。削り取られたような跡がある。ネバーもエメラル鉱石を調査しているようだな。これの価値をどこまで理解しているかはわからないが。ん？どうした？この鉱脈の向こう、光の力だ。わかるぞ。これはウルトラ戦士だ。ああ、俺にもわかるぜ。だがエメラル鉱石はソニックブラストでも崩せなかったな。他の道を探すしかないな。まあ結局遠回りをしていけと。このパターンはでもすぐ倒せそう。ランドスラッシュストライク。まあ、SP を使っていけばそれなりっすね。こっち側はいけないと。バックアタッカー、めんどくさいな。いてライダーがちょっとやばい。まずライジングガンダムで回復で、ヒールレインで全員回復と。完璧。おお、こっちは何もなかった。バルカン強いな、やっぱり。ん、なんかある。とりあえずヒットポイントは大丈夫か。行き止まりか。ここも硬い岩盤だ。ん、隙間があるぞ。光が漏れてる。ゴッドガンダムが隙間を覗くと、向こう側に人影が見えた。人影だ。確認したいが壁が分厚くて様子がよくわからない。別の道を探すか。あ、けどこの隙間なら太郎ならいけるんじゃないのか。見てきてくれ。わ、私にその穴に入れと。ああ、仕方あるまい。やってやろうじゃないか。俺じゃなくてよかったぜ。アンク、私をその穴に押し込んでくれ。アンクは太郎を持つと壁の隙間に力いっぱい押し込んだ。結構ぎゅうぎゅうなの。いたたたたた。たく、手加減を知らんやつだ。もう少しだ。もう少し奥に。見えた。何が？メフィラス星人が取引を。は、未来のコアメダルと例の鎧を交換したいと持ちかけてきました。なんだって？あの不思議な鎧ですか？はい、メフィラス星人はアーマードダークネスと呼んでいました。アーマードダークネスというのですか。このまま研究を継続し戦力になる見込みは？目処は立っていません。正直難しいかと思われます。メビウスも相変わらずどんな手を使っても一切情報らしきものを話そうとしません。そうか、敵はメビウスを情報源として利用していたのか。わかりました。取引を受けましょう。今我々に必要なものは未来のコアメダルです。
それに表立ってベリアル軍と敵対するのは得策ではありません。はっ。で、取引の場所はどこです？はい、メフィラスが指示してきた場所はこちらです。壁に備え付けられた地図に指定の場所が表示された。あの場所は闇の力を感じた発掘現場だ。どこだっけそれもし問題があればこちらから指定しなしましょうか。いえ、余計な警戒心を持たれるだけです。先方の指示に従うと伝えなさい。はっ。なんということだ、カプルが聞いた話はどうやら本当らしいな。太郎は隙間から戻ると見聞きしたことをヒーローたちに報告した。メフィラスの言っていたリオカチっていうのはそういうことか。すぐに行こう。取引を阻止して未来のコアメダルとアーマードダークネスどちらも破壊しよう。そうだな、メビウスも心配だが敵の口ぶりからすると生存はしている。まずは取引の阻止を優先しよう。しかし失敗は許されない。ミリシャの駐屯地に応援を頼もう。そろそろボルジャーノン隊も動けるだろう。ロッドガンダムは駐屯地に状況を伝え応援を要請した。するとボルジャーノン隊とフラット、ビーストが駆けつけるとの応答があった。よし行こう。これはどこちょっと地図を見てみましょう。ここの洞窟ではないので一旦リターンして、でちょっとまたアイテムは預けて、ほい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 と、どっから行けばいいんだ。とりあえず5ではないな。4、逃走だな。3、4か。いや、地下から来る感じだな。ちょっと5だな、やっぱり。めんどくさいな。一旦拠点に戻らないといけないからな。拠点5か。で、多分ここを上がればいけそうな気がするんですよね。ちょっと下のマップですけど。あ、近い。やっぱそうだ。ここだな、取引現場ってのは。おお、来たな。ボルジャーノン隊も今到着した。様子はどうだ。まずい、もう取引は始まっているぞ。メフィラス星人、約束のものは持ってきていただけましたか？もちろんですよ、私からご提案したのですからね。ちゃんとここにあります。わかりました、マスカレード、鎧をこちらへ。おお、アーマードダークネス、これもう鎧っていうか人じゃん。ほう、確かにアーマードダークネスだ。では私からの未来のコアメダルをお渡ししましょう。メフィラス星人のもとへアーマードダークネスが運ばれ、未来のコアメダルがユートピアに手渡されようとした。その時、そこまでだ。うん、残念だったな。マスカレード隊は、ガーガー、俺たちもいるぜ。おのれ、だがメダルは渡さん。これだけは何としても。こうなればアーマードダークネス、ヒーローたちを排除しなさい。何？あれが動くのか。グー、ユートピアドーパント、これはどういうことです。ガー、うわー、話が違うのではないか。あんなものハリボテだ、恐れるな。おお、ガー、グハー、隊長、ガー、うわー、まさかすでに意志を持っていたのか。
多くの装着者を吸収していくうちについに自我が芽生えたのですよ。さあアーマードダークネス、ヒーローどもにとどめを刺しなさい。ギギ。ところがアーマードダークネスは足を止め、メフィラス星人の方へ歩き出した。どうしました？グガー。はっ、ユートピアドーパント、もしや最初からこれを狙って。ギギ。すると今度はユートピアドーパントに向かってレゾリウム光線を放った。グガー。は、こんなはずでは。一体どうしたというのです？自我が暴走している。手がつけられんぞ。グググ。今度は俺たちが標的か。グワうわ、大丈夫か。グワ。暴走するアーマードダークネスは敵味方構わず暴れ続けた。そんな中、ふふ、そろそろ時間ですね。ここなんだ。空だ、空を見ろ。あれはなんだ。なんだ、確かに。カイザーベリアルの帝都要塞マレブランデスだ。なんだこれは。何が起きている。我がベリアル軍のエネルギー源エメラル鉱石の採掘が始まりました。マレブランデスは無数のアンカーを打ち込み、地中からエメラル鉱石を吸い上げ始めた。エメラル鉱石、やはりエネルギーに転用できるものだったか。しかしもう手遅れです。根こそぎいただいていきますからね。ご覧なさい、我らが母艦プレブランデスの異様を。どうですかベリアル軍の力は。ちょっとよくわかんないな、この絵だと。このお声はなんだ。するとプレブル、これ読みにくい、マレブランですね、マレブランです、マレブランですから何者かが姿を現した。闇の力をまとったそのものは二人のしもべを従えゆっくりと地表へ降り立った。あれは久しぶりだな、力をなくした哀れなロストヒーローども。その原因はお前だ。お前がキューブ現象を引き起こした。ベリアル、お前だけは許さねえ。ふん、ゼロか。弱い犬ほどキャンキャン吠えるってな。ギギギ。ん？アーマードダークネスが反応している？ガー。陛下。陛下。大丈夫だ。下がってろ。ガー。ほう、アーマードダークネスか。少し静かにしていてもらおう。カイザーベリアルはその鋭い鍵爪をアーマードダークネスの首筋に突き刺し、ベリアルウイルスを注入した。グググ。アーマードダークネスが止まった。制御できるというのか。ズコーン。またアンカーを打ち込んだか。この量じゃ何本あっても足りねえな。だがメフィラス、よくやったぞ。これだけエメラル鉱石があれば100万年は戦える。はは。100万年だと？ふざけるな。お前とはここで決着をつける。うおー。ふん。ぐわー。しっかりしろ。ふん、ざまあねえな。一撃でヒーローを黙らせるとは。さすが陛下です。おいメフィラス。はっ、このキューブはエメラル鉱石を奪えば用なしだ。あとはお前が管理しろ。なんと。はっ。何を驚いている。このキューブのボスはお前だと言った。陛下。ははは、ありがたき幸せにございます。
それとその鎧も褒美としてお前にやる。あ、アーマードダークネスでございますか。そうだ、好きに使え。ははは、このメフィラス、何これ、極越至極に存じます。さて、採掘にはまだ時間がかかるな。ここにいてもしょうがねえ。船で待つか。アイアロン、ダークゴーネ、上がるぞ。ま、待て。無、アーマードダークネス、ヒーローどもを抹殺しなさい。ガーグハー。もうこんだけやられれば普通死ぬだろ。そんな強くないからな、うちのヒーローは。ほう、早速私の部下として忠実に動いてくれました。さすがアーマードダークネス。おのれ、だが未来のコアメダルは手に入った。これでよしとしよう。おっと、逃げるのですか。ふん、あなたの挑戦いつでもお受けしますよ。くっ、すごい。我々もここにいては危険だ。一旦引こう。しょうがねえな。ボルジャーノン隊は動けるか。ああ、大丈夫だ。土綱はソニックブラストで防ぐ。今のうちに。結局また撤退か。ゴッドガンダムたちは発掘現場を後にした。ユートピア銅板とをつけなさい。わかりました、任せておいてください。ヒーローどもはいいんですか。彼らのことは結構です。次に行きそうな場所は見当がついていますから。おお、なんかとんでもねえことが起きてんな。まったくだわ、これじゃあゲート探しは無理ね。だが邪魔者を始末するにはおあつらえ向きだぜ。このタイミングで仕掛ける気。こういう時だからこそいいんじゃねえか。うまくすりゃヒーローどもも絶望させられるぜ。ふん、好きにすれば。発掘現場を後にしたヒーローたちはなんとかミリシャの駐屯地へ戻ることができた。おお、一体いつまで続くんだ。大変なことになったわね。ああ、とんでもない量のエメラル鉱石が奴らの手に。ベリアル、マレブランデスとかいうの船に乗り込むか。さすがに無理か。だがメビウスはすぐにでも助けなければ。地下に取り残されているかもしれないからな。いや、ちょっと待って、何か静かになってない。採掘が終わったのか。マレブランデスが撤退していくぞ。もう大丈夫そうだな。メビウスの捜索を再開しよう。我々以外にすぐに動けるものは。俺は行けるぜ。でも地下は広いんでしょ。どこを捜索するの。そうだな、とりあえず私が光の力を感じた場所へ行ってみよう。マップに目的地が表示されました。はい、というところで、まあカイザーベリアルにめたくそにやられましたね。まあ基本今のヒーローたちは弱いですからね。というところで、じゃあ次回メビウスの捜索をやっていこうと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。